やめてこれもう本当にまずいって。そんで時間の裏は僕さ普段コース作りしないからあれ作るのに1時間以上かかってるからね。たったこんだけのオープニングのためにもうこんなぶっ壊れたオープニングのためにそんな時間はかけない。僕配信し始めて過去一番時間の無駄だったねでもみんな意外とこういうの嫌いじゃないだろ。はいどうもピヨキューです。今日トロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ディストロールレベルメイクユーアングリーということで、腹を立てるように作ったトロールコースということでしょうか。面白いじゃないか。僕は普段から全く怒らず怒りという感情を忘れた人間なんですけど、このコースでその感情を取り戻させてもらおうじゃないか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.57%。最近さ、ツイッターのスペースっていうのをやったんだよね。で、そのスペースって何なのかって言ったら、ツイッターのフォロワーさんのみんなと、まあ、イメージ的に言ったら LINE のグループ電話みたいな感じかな。それができるんだけど、その時にね、僕どうしても納得いかないのがあって、僕ね、唐揚げにポン酢をつけて食べるのがめちゃめちゃ大好物なのよ。開幕ボンミス。いやマジでこの話の続きさせて。で唐揚げにポン酢つけて食べるのがめちゃめちゃ好きなのよ。でそれをさみんなに言ったらはみたいな感じで言われてさ、そんなことしないでしょ普通ってよせろー。同志いないのかな唐揚げにポン酢をつける。マジでいたらコメントちょうだい。マジで僕だけおかしい人認定されてるからさ、それを知らないだけで人生の1分の23は後悔してるよ。だからみんなも絶対1回は試してみて。本当に損はさせないから。できれば塩コショウだけついてるあの味の唐揚げがいいと思うんだよな。よく考えたらさ、ここキノコ取ったらダメじゃんね。キノコ取ったらここ一マスしかないじゃん。だから先に冷たくなる。雑魚は引っ込んでる。魚が落ちてくる。早く右に行こう。そしてこのブロック、ボンヘイが何か来るのかい。隠しブロック、え、全部ある感じ。どっかにボムヘイが、あれいないね。あ、わかった。この四角の枠はバブルだ。もう黙れ。もう少し黙った方が見てくれる方増えるんじゃないかなって最近思い始めてますね。じゃあ一旦キノコ取っていこうか。あーなるほどね。キノコ取ったらボム兵が出てくれるっていうことなんだね。いやなんでだろう、キノコ取ることによってボム兵が出てくるとか僕には一生わからないんだろうな。じゃあハテナ叩かない方がいいと思いきや、叩いてブラッパーが落ちるより早くすぐドアに入る。いや合ってた、今絶対落ちてきたよねブラッパー。だからこれで合ってない、もしかしてなんか右ヒットっぽいけどもう間違ってるパターンか。ダブルハダー。今のヒントで分かった。ここにピース位置が隠されてる。そういうことだろ。さあ進んでいきますか。そしてあのオンオフをしていい。オンオフした瞬間すぐ右と思いか上に魚が絶対出てくる。こういう一マスのところは気をつけた方がいいよ。今回はなかったけど今後も気をつけていこう。さあここでファイヤーを取って、久しぶりのジャッカマンだね。どの辺出てくる、ここか。ジャッカマン当たってくるここもう調整が難しいんだよね。ジャッカマン、ナイス。そしてここで右に進んでいくと、あのオンオフ、うわー右にダッシュしたらさ、あそこブロック壊れそうじゃない。だから途中で止まっておくのが正解だ。ここドゥルドゥルじゃねえんだよ。ピンポンピンポン、ヤマトが来る。ピンポンピンポン、黒猫が来る。でも僕は自供中、それでも叫んでくよ。だから見てて、音楽変わった。ここは右と左どっち行く。うん、だいたい50コインは罠だ。右が正解そうなの、頼む取らせてくれ。バクバクしてんじゃねー。まあ僕からしたら2分の1を外すなんて日常茶飯事だね。むしろ外す方が正解だと言えるよ。じゃあ左の90コインを取っていく。さあこれで中間ポイントが取れるんじゃないのか。なんか左にいるな。どこよ。なんかこっちも違うパターンですか。結局2分の0じゃねえか。なんかさ一番右土管がなかった。この土管に、あこんなところに隠してるなんて絶対わからない。ここで中間ポイント。じゃあ今のさ中間ポイントは何なんだろうね。あれチェックポイント2かな。一旦下、いや下はダメだ。でも一旦やられないいけないね、チビにならなきゃいけないから。さっきの中間ポイントは2なんだろうね。後で絶対取ってくるよ。そしてバナが変わってんだろう、僕はそう見た。だからこの下が正解。毒でまーん、遊んでないで早く行こう
まあ、早く昼寝したいからもうちゃっちゃと進んでいきましょう。そして30コインが正解だ。本当に合ってんじゃない？熱っくない？いや今の絶対合ってると思ってた。もしかしたら30コインの下ドカンとかあるパターンかな。いやすげえ気になるけど、まあ上行けるもんは上行ってみようか。そして四角の枠どっちだ？右を信用するか。オッケーオッケー、左だったら多分ブラパーが出てきてたよ。そしてここでオーをして隠しブロック叩いて天国まで超特急もうちょっと静かに実況できないのかな僕は天国まで超特急じゃねえんだよ。じゃあここはオンオフをして真ん中はダメだ、一番左、こっから下に行けないで。もう全て分かってない、ここしか分からない。じゃあ一旦右に進んでいく。あそこに砲台が出てきたのは見えたね。さあこの青の土管に入ってたら次はこの矢印を信用していいのか、怪しすぎる。一旦下に行こう。そしてオンオフをした瞬間右にダッシュだ。それで合ってる。お父さん、お母さん、申し訳ありません。こんな子に育ってしまって。でも見てて、もっと壊れるから。さあ、ここは右の方に渡っていく。これで合ってるんじゃないのか？あのスターを取るということが、あのスターでテレサをできると。そういうことだね。でも僕がそんなスターはいらないよ。さあ、テレサ来るんだ。あなたを避けてみせようじゃないか。一旦ここまで引きつける。そしてここでジャンプ！隠しブロックあるんかい？まあ、隠しブロックがなかったところで、今のテレサ絶対避けれてないと思うけどね。じゃあ、ここはジャンプしてすぐスターを取る。さあ、あのテレサ、次こそは倒していくよ。僕はもうスター状態、無敵だからね。どけろー僕を止めるものはもう誰もいないさ。今いいところで噛んだぞ。一旦ここで下、何もしないでおく。左上はいけるのか、どうなんだ。バネを持ってこいっていうことかな。なるほど、あのバネを持ってこいと絶対何かあるよ。ゆっくり行こうか。どっかに下音符が隠されてるとかそういうことだと思うんだよな。何が来る、何も来ないとか、そんなはないよな。このバネを取った瞬間すぐ右に逃げなきゃいけない。オッケーオッケーっていうか、あのブラパは何なんだろう。じゃあここにバネを、オッケー。そして P スイッチを押した瞬間すぐ入る。これでいいでしょ。いや下に行ってみる。下めっちゃ気になんない？多分下が正解とかなんじゃないかな、押して。いや違うかな、こっちで合ってっかな。合ってるっぽいね、合ってるっぽい。じゃああのごめん、壊してくれ、先に滑るんだろ。そろそろチェックポイント2。え、これチェックポイント、ああチェックポイント1か、びっくりしたチェックポイント戻しかと思ったんだけど、もともとチェックポイント2取ってなかったね。だからこれで取れるっていう感じか。はいだめー。よし、じゃあここは素早く行こうか。そうしないと爆発に巻き込まれるもんね。それでチェックポイントゲットここはこういう風に取れるんだね。そしてなんかファイヤーまで慣れたけど、こっから進んでいく。こっからまたやられないけんみたいな。あーやっぱりそうだったね。さあチェックポイントにも取れたし、ちょっと本気を出していきますか。マジでこっから集中モード入るよ。そしてここは何か来る、絶対に来る。何か来いと思う自分と、来るなと思う自分が戦っている。来るんだ、来るな、来るんだ、来るな。ジャンプ、オッケー。絶対右のパワーブロック怪しいと思ったもんね。さあ土管に入っていこう。もう鋭くなってるよ、めちゃめちゃ感覚がもう鋭くなってる。まるでカマキリのようにな。そう、名付けるならカマキングだいや違うんだって。いやガチでしょうもねえミスした、ここのジャンプミス。もうめんどくさくなってきた。このコーススピードランだ、スピードランと思う。常に走り続けていこう。こっから右にラッシュ、なぜかレールがあるな。ここでジャンプ、やっーい。まだまだ俺の心の中ではスピードランはまだ終わっちゃいないさ。さあボムヘイを壊してくれ。左のこのオンオフブロック開くんじゃないのかって、何してんの。やっぱトロールコースって落ち着いた方がいいわ。だから落ち着いていこう。でここはゆっくり右に行って、うわなんかオンオフ変わったね。うわ右下に行くのが正解なんかな、どっちなんだろう。ここちょっと難しいんだよな。さあ土管に入っていって、そろそろゴールはあったね。何もしないでいいよ僕は。あこれ普通にゴールさせてくれるんじゃない。ほら右にダッシュしていく。右の砲台が怪しい。だから早く早く早く右にダッシュ。クッソ、でもさこれ行きようがないよね。だからこっちに行くことが正解だと思うんだよな。で結局は最後にゴールさせてくれるみたいな。ゴーバックインドキャン、え、マジ、え、これやり直し聞かない、頼むやり直し聞かせて出た出た出た
こういうまたここで、あの新耐久劇場みたいな感じね。もうロケットやってくれないんでしょ。どうせ右の方から急に何か来るパターンなんでしょ。僕分かってるよ。で今キノコが取らされたけど、今度はスターが取らされるみたいな、僕はそう呼んでます。早くやって。え、長いよこれ。もうこの間喋り続けるのいつも僕思うんだけど、結構きついんだよ。サンシャイン。いや今回も長かったね。絶対これでゴールできると思うんだけど、土管に戻ってみます。でもう一回入ればいいんでしょ。これでオンオフが変わったからゴールができるみたいな。オッケーオッケー、本当にゴールさせてくれるんだろうな。次は右にダッシュしていこうか。あのバーが一番上に行った時に右にダッシュ。やった。いやこれでやっと昼寝できるね。最高に面白いコースをありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゴールは目の前5ということで、説明文にね、制限時間は10秒、隠しなしって書いてるんだけど、サムネを見る感じじゃめっちゃ簡単そうだよね。坂の中にゴールが埋まってあって、隣に砲台があるだけみたいな。これ難しいかな。クリア率はめっちゃ低いのが謎なんだけど、まあそんな簡単にはゴールポールに触らせてくれないんだろうな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.84%。 でこの方100% デクって書いてるね。多分ヒロアカが好きなんだよ。僕も最近めっちゃハマってて5期ぐらいアニメで見たんだけど、とりあえずこれ触ってってみる。やば、触れないのか。え、これマジでどうやって触るんだろう。いやわかんねえ。ヒップドロップしてみる。うわ、しかも時間が10秒ってのが結構厳しいね。とりあえずここでヒップドロップしてみる。うわー、ダメか。じゃあ滑ってもダメでしょ。じゃあなぞるわ。砲台なぞってもダメなんだね。いやマジでわかんねえ。じゃあでんぐり返しやってみようか。でんぐり返しでゴールポールは触れない。じゃあこのでんぐり返しが終わるところちょうどに来るように、この辺とか。絶対違うと思う。こんなんじゃ無理ばい。きっと僕ね、絶対壁釣りだと思うんだよな。この壁釣りってさ、一番左側に行けるわけじゃん。こっからギリギリで壁ジャンプしてゴールポールに触れるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。ちょっと何回かやってみていい？この壁釣りからの壁ジャンプ。いや無理か。いや無理っぽいなこれ。相当ギリギリでやってるんだけど、ゴールポールには触れそうにないんだよね。もう分かった人おる？これ一つ忘れてたわ。くるくるがある。これ近づいたらゴールできるみたいな。そんな甘くないんだよ。いや本当に分からん。じゃあ次は砲台右側ギリギリで落ちてみようか。これでいけないかな。ほっ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 。やった。これで合ってたんだね。いや相当ビビった。急にゴールできたもんだからさ。これ知ってた方いる？初めて知ったんだけど。これそして見てください皆さん、3秒でクリアするという超速い最速タイムを取ることができたね。ということで高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。